が、実は劇場建築の場合はロビーというところは一般の方々も本来は入る、でそこからチケットを買った人が潜ってお会いに入っていくというのが普通なんですけども、実はなかなか建築空間というのは限られているということで、この建築はもういきなりホワイエです。だからどこで潜るんかなというふうにちょっと今飲まれ方がいらっしゃるんですけど、それをうまく、市民会館ですからそれを運営されるようなということがあるんですが、そう敷地に限りがあるということと、高さにやはり岡山城、宇城と後楽園の関係性から高さを抑えるためにすごく近く工夫してます。斜めにこう天井見えてますよね。あれが実は皆さんいらっしゃって1階のほとんどの方々いらっしゃいましたが、1階席、7階席、3階席の客席の床をスラブと言いますけれども、コンクリートの客席の床を作った、それが見えてるわけです。その下がこういう斜めの空間を利用しながら、うまくこのホワイエを下 B1 階、1階、2階的なもの、3階的なものがこう板を重ねていってるんですよ。でこれがうまくこう吹き抜けを返しながら連続的な空間ができているっていうのがこの特徴です。でちょっと上に上がって下からまた下に戻りますが、上がりづらい方は、これエレベーターありましたけど、エレベーターもしあれだったら、手を挙げていただきましたらご案内するということで、ちょっと私について見ていただきましたらと思います。エレベーターエレベーターエレベーターで建築なんだけども、舞台空間をしっかり作っていくということにを目指した方です。で音に関しては外部騒音を中に入れないためにはやっぱり質量なんですね。ですから鉄筋コンクリートで覆っていく、そういうあの工法の開発をしていったっていうのが真骨頂がここに見られています。ということで全て基本的には鉄筋コンクリートでできているということと、表情をつけるためにこれ発理仕上げにしてます。それはホールの中に行ってからもう少しちょっと違った効果があるんですけども、これは今は表情と見てください。触覚的な視視覚、視覚的に見てちょっと触感を感じるようなそういう表情がセルザーの仕上げにしてます。でそれを利用しながらこれだけの壁面のあの図柄ですね、これアート作品です。岩崎健二さんの牧神と銘打たれたアート作品がここにあります。それと実は外からはあんまり分かりにくいんですけども、八角形のプランに正方形を組ませてます。実は、この最後の説明をしてみますけども、分かりやすいのが、まあ、3階ですかね。八角形に正方形を分布を重ねているんですね。で、その半分をカットします。ここでカットします。ここで半分をカットします。こういう台形が見えますね。この台形が、こういうちょっと5割のだけだと狭いですけど、周りの空間を作って、で、それが中空ブロックによって、モザイク、ガラスブロックのモザイクで鮮度ガラスの効果をもたらした、アート作品を採用されています。でこの当時はやはり60年代の近代建築というのは建築家のみならずアーティストがかなり参画して一体的な空間を作り上げるということをしていました。でこの作品は岩渕さん
という方がモザイクガラスのデザインをされて、実は後で見ていただいたらいいんですけど、フィルムで流れている、映像では噴水が広がっているんですが、その噴水を、この方が岩地さんがデザインされています。はい、よろしいですか。ちょっと上に上がっています。ちょっと中2階のプレートがあるというのが理想ですね。それは、ロビーが狭いということで、フォアイアが狭いということで、外部のたまり場としても、旭川を後楽園を眺めながら滞在できるような水平武蔵というものを作られています。でそれは外部階段で上下できるようになってますが、ちょっと今日は、ちょっと出られません。申し訳ないです。で2階席へはこういうところから入れるわけですね。ここから入ります、2階席で。ここはなかなか面白いんですけど、こういう抜けの空間もありながら3階まで上がっていきます。
をされてます。まあ、本当に気になるんですけど、もっと高かったり、数字を高かったり、高かったり、高かったり、で、下を降ります。ちょっと右には行かないでくださいね。この下。中庭を介してで、ちょっとここ見えますよね、中空ブロック。
空間がもたらされているというのが特徴です。すごく高速点がなかなか素晴らしい一つなんです。で、岡村氏が報告しないというのが、実は対人性の悪いとかということを表面に書かれているんですが、実は本部はすごく対人性はいいという若干ステージに柱が置いてないタイプがあるので、多少は補強すれば成り立つんですけど、こっちが悪いんです。自分とっての場所は前面がガラスですから、窓が入ってますから耐震性能がちょっと高いわけですよね。掃除で効果が悪いというふうにしてるんですけど、そこがやはりすごく高いんですが、現在的な仕上げをしてるのもこれだけ困るということですが、実はそういうことがあると思います。この窓が出てくるんです。で、
修学論文で、トレーサリーっていうのが佐藤理事は、トレーサリーっていうのは、ちょっと専門的に言いますけど、五色原色の、あの窓部分に、すごい冊子が出すみたいな、それがデザイン的にかなり印象を凝らしたやつのトレーサリー。その名残でトレーサリー、今も産業放送会館の事務の方々はトレーサリーとおっしゃっています。で、産業放送会館さんは補強してます、結構でしっかりと。だから、あのこちらがあの耐震性の話を私しましたけど、 RSK さんはそうではない、お違いにそうかないと思ってください。そこまであの詳しくこちらは知らないと思います。で、お渡ししている資料のこれございますね。これが佐藤さんの事務所の、おそらく佐藤さんのスケッチだと私は理解しているんですけども、1961年の月刊 RSK、 だからおそらく今日でこちらが上がる1960年にヤポホールと他の新会館が63年に新会館を建てたイメージで運営されることが6年になって、どう書いてあるかというと、もともと今は横浜市にできた小屋根地の近くに隣に移っていった NHK がこの東側に止める形で5キロがあったんです。で、南側、北側に同じ高さと同じ階段を持つ、で同じ表情を持つ建物を輪郭と方向で作り上げているんです。でそれを、指導していったというかデザインしていったのが佐藤さんです。でこれだけ民間と公共が同じデザインを、しかもこれ敷地境界がこの広場の真ん中なんです。真ん中実はごめんなさい、道路なんです。道路扱いです。ということはお互い共出し合ってるんです。民間も広場として敷地を共出して、岡山市も共出して、これだけの広場を作り上げたっていうのを指導して、しかも両方乗ったというのがなかなか稀有な例と思います。だからそういう意味でもすごく私なんか価値がお願いと思います。で、あのここであのおっしゃってるのは、佐藤さんはやっぱりヨーロッパのこの小さな広場も含めて、広場というのはボイド、あ、空白じゃない、この空白で大きいかすとかもしっかり市民が公共の場として、コミュニティの場として使っていくことがすごく大事だ、そういうことを申し上げます。で、どこにでもあるヨーロッパの小さな広場、その有名な広場じゃなくて、それであっていいじゃないですか、それが岡山にあっていいんじゃないで、実は当時から駐車場扱いが広がったんです。それもヨーロッパでは教会の前の、ちっちゃな教会の前の広場とかは駐車場として整備してるじゃないですか、それでもいいじゃないですかということで作られてます。で、実はそ の, あの後ろの木が割ってるところに噴水があったんですね。噴水がいるんですか。多分足元ぐらいのモザイクガラスが先ほどの、ステノガスのガラスの作品であって、でちょっともう噴水になりました。で、この斜めのパターンちょっと覚えてください。広場のピンコレスなんですけど、ボツ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 した、やっぱり触覚が大事なんですね。この当時もそうなんですけど、理論というか昔の建築って床材は触感がある床材が多かったんですよ。でこれはもう私は最悪かな。まあリノニウムだったらまだ自然素材だからいいんですけども、これ塩ビ系だとちょっと最悪かなと思うんですけど、ツルツルであるちょっとゴロゴロしてるんですよ。足裏の触感がいい、それがやっぱキーワードじゃないかなって最近また思い出してるんですけど、こういう材です。ちょっとだけ外へ出ましょうか。
今なくなって宇宙を見てみると NHK の場所って最悪だなと思えるんですけども、今なくなってあれだけ年が違うと思ったが、これで分かる。この姿ははい、はい、今まだ
村の東部の展覧会と、紀藤あずささんの展覧会を有機に。東京都。はい、あ、トイレ、はい、どうぞ、あちらに。